夏の参議院選挙全国比例で公認を得た阿部松です。皆さんは近藤誠という人をご存知でしょうか。がんは放置が一番、がんは治療しないことが一番と言って、多くの患者さんのがんを放置して病状を悪化させ、そして死に至らしめているケースがいくつもあると思われる医師です。私も医師として働いていた時に、その人の患者さんを何度も受け持つことがありました。もっと早めにこうした治療を受けていればこんなことにならなかったのにというケースが何個もあり、ただ患者さん自身にはそんなことは言うわけにもいかず、もっとこうしておけばちゃんと命が長らえましたよとか、そういったことは言うのは酷ですので直接は言えなかったんですけれども、どうにかしなきゃいけないなという気持ちはありました。そして今東京大学病院を辞めて時間があるので、ある出版社の方に頼んで、その近藤誠氏と私とで対談を組んで、実際に何が最善のがん治療かというのを詰める作業をしたいと思っていました。それで正式にその出版社を通して対談を申し込んだんですけれども、その返答では上松とはしたくない、ただやるなら長尾氏、今イベルメクチンとかで変なことを吹聴している、まあ、先生なんですけれども、そういう人とならしたいということだったので、私の対談は避けたいんだなというのは伝わってはきました。ただ未だにあの人の言説を信じている方とかもいるので、少し私の方でも考えたいと思います。私の政策としても、そうした嘘の説明で患者さんに害を与えているという人に対しては指導や免許剥奪等を考えているところもありますので、ただ今それができる状態ではないので、別の方法で患者さんを守れる方法を探したいと思います。